それではダイナスを始めていきたいと思います。で、今日のタイトルはこのタイトルでありまして、配られてますよね。ワイドならすぐに学習スタート、佐藤流早期学習塾っていうね、学習術っていう中身でお話をしたいと思っております。担当はレクセン2講師ミニソ佐藤です。こんばんは。で、じゃあ今日これに従ってやっていこうかなと思うんですけど、配ったものはいくつかありますね。一つが、この今日レジュメとして使うやつですね。これが1点で、もう1点が、これ本試験の試験問題ったらしいになります。論文式試験ですよね。で、論文式試験がこう変わってきたんだって少し話そうかと思っています。後で。で、ただ言っておきますよ。一番難しい試験って何でしょうね。一応、担当、口実、論文ってありますよね。で、通常であるならば、多分、論文式試験が一番最難関だって普通言うでしょう。で、僕らの時はそうでした。今違いますよ。択一です。間違いなく。担当いかに取るかっていうところが一番これ難しいのです。択一って。ね、で、論文は、はっきり言うと 25% 絶対これ受かるんですよ。で、あまりいい点数じゃなくてもっていうかね、見栄えが良くなくても実は受かります。論文ではなくて択一です。一番難しいのって、ね、これは本当だと思います。で、これも後でちょっとお話をしようかなと思っていまして、そこのところもね。で、まあ、それを含めてまず見るときにこの問題見ていきますんで、過去問ですね、まあ、今年までこれ入ってんのかな、確かね、あ、入ってますね。法務での問題まで入っています。で、今日はどう解いてきて、なんでこんな問題出したのかって多分あるかと思うんですね。で、これが1点と、あともう1点がスケジュール表ってありますよね。スケジュール表で、ここで多分いくつかのコースが書いてあるかと思うんです。で、通常であるならばベーシックってコースが多分用意されてると思うんですよ。ベーシッククラスね。で、これは私が25年ぐらい前に作ったクラスです、うん、で、今それじゃなくって今回ワイドっていうのをやってるんですね。で、多分ここにいくつか書いてあるかと思うんですよ。渋谷は、このページ何ページになるのかな、ここに上がってるように14、5ページに上がってると思うんですよ。ワイドって書いてあるかと思うんですよ。ワイドクラスで、これずっと実は数年ぐらい前もやってたんですけど、まあ今もやってます。ただこの時のワイドと今回少し変えたんですね。で、4、5年前にやっていたワイドに戻しました。じゃないとちょっと終わらないんですよ。どう見たって回数的にってことです。終わらないので今回こっちに変えました。で、これに対してあとあるのが、通常の先生がやっているようなベーシックってクラスになります。で、それがこちらエルタバー本校でやったりとか、あるいは水道橋でやっているのが、これベーシックって話になります。で、どう違うかってことについても少し話したいと思っているわけですね、ここね。で、それとあとはこっち、これパンフレットありますね。このパンフレットの中に、ワイドクラスはこうなっていて、で、ワイドはここに書いてあるならば44から45ページに上がっています。で、これに対してベーシックで、このクラスのところについては、ここかな、34ページから35ページのところに多分こう入ってるかと思うんですよ。で、どういうふうに違っていて、なんでワイドにしたのかってことについて今日お話をしたいと思っています。で、もともとワイドクラスは今から言うならば8年ぐらい前に1回作ったんですよ。で、すごく来たんですね。で、たくさんこれ受かりました。で、受かったんだけども、諸事情があってっていうか、まあ、会社の事情ですね、あって、ちょっとまた戻したんですよ。こっちのベーシックプラスなんかに変えたんですね。で、うまくいかなかったんですよ。で、それもあったんで今回抜本的に変えたんです。昔の8年前に戻しました。で、どういうコンセプトで作ったのかってことについてお話をしたいと思ってるんですね。だから今日使うのはこの、なんだろうな、パンフレットはこっちの方といったらこっちを見てください。で、あともう一つが、これなんていうの、これスケジュールってこっちを見てください。スケジュールこれですね。スケジュールといったらこっちを見てください。あとですね、論文の問題はこっちでありまして、あと今日ずっとやってていくのがこれ、このねじめに従って少しお話をしていきたいと思ってますので、そっちを開けながらちょっと見ていただきたいと思っております、ね、そんな形で1時間ぐらいお付き合いいただければと思っております、ね、じゃあまずこっちに従って見ていきましょうか。どんなことを今日喋るかなっていうところね、少し見ていこうかなと思っておるんですけども、で、まずここですね、あれ、ここね、このレジュメの方の1ページ、1年合格ベーシックコースはなぜできたのかと。1年ベーシックコースって言ってのは私がやってるコースではありません。昔はこれを私もやっておりました。で、今から8年ぐらい前からはそうじゃなくなってってさっき申し上げました。で、もともとはこれは私が作ったコースです。今から25年ぐらい前になります、私平成9年にレックに受かってじゃなくて、試験に受かったんですね。で、その年の時にレックでバイトをしていたんです。で、コースを作りませんかということで作っていたんです。で、その時に作ったのが今のベーシックっていうコースになります。で、ね、
どう違うかっていうところね、どう違うかというと、なんでこれを作ったかって、まず園芸は少しお話をしたいと思っております。だけど、これでは足りないから今回変えてるんです。そこが大きいところなんで、ちょっとまず聞いてもらいたいと思ってるんですね。で、まずこれ、なぜ書いてある、なぜこのベーシックっていうコースができたのかってことです。で、ベーシックは新宿とか、ないしは渋谷方向でやって、新宿とか、水道橋でやってるコースになります。まあ、一般的なコースってことになるんですよね。で、これは昔は2年コースだったんです。多分書いてあるかな。ここね、特に書いていないんだけど、まあ、手話、これポイントはどこにあるかというと、ちょっとこれ見てください。年間で3回転学習をするんだってことで、これべらぼうにこれ儲かったわけですよ。レックとしては。昔はこういう講座がなかったのね。で、私受けた頃は、もちろんこういう体系がありませんでしたので、1年かかってずっとレックならレックで配っているような、このテキストね。まず通常は特許を譲ってやるわけですよ。4月からやって、だいたい8月くらいまでずっとこれに従ってやっていきます。昔はね。大昔ですよ。で、これ終わった後に今度衣装っていうのをやるんですよ。で、また終わりますよね。で、終わって次終わるのが、次条約ですね。やるわけです。で、年明けくらいからだいたい、まあ当時は条約。で、チョフはありませんでしたんで、やって、だいたい3月くらいになると終わりって話になって、これずっと通読するっていうのが一般的でした。ただそうなっちゃうと、多分ね、忘れるんですよ、人間って。4月に特許をやって、翌年3月に、条約っていう科目をやるってことになると、特許覚えてますかね。多分これ忘れてしまうんですよ。無駄が多いと思ったのね。で、こんなものすぐ回してしまったらいいと思ったんです。書いてあることって。別に大したことがないので、まず概要を使うのが法律の以下の基本ってことになっています。だけど、これ通読しっていうことをやったとしたって、問題解けないんですよ。特に担当式試験。一回でもやった方はこれ分かります。これを通読して、単元の問題解けますかね？多分解けないですよ。多分解けない。だね、さらに言うならば、予備校って何時間これやってます？回数って。ワイルドで110回です。かける3時間で330時間しかやっていません。最低限何時間あるか、なかったら試験って受かんないか分かりますかね？大体3000です。これ昔でしょって言うんだけど、昔はもちろんそうね。ただ昔は幅が狭いんです。特区、実、意、衝と条約だけであって、かつ改正があまりなかったんで、幅が狭いんですよ。ただ今回はというと、結構改正ありますね。衣装大改正。で、あと特許も大改正。で、さらに言うならば、著作権も変わって、性競争防止も変わって、条約もたくさんあるわけですよ。で、今その回数について、同じようにこれ、ベーシックで実はやってるんです。終わらないんだよね、ここはね。まあ、それ後でちょっと喋るけど、ね。で、その前に、まずこれずっと通読やっていたのが、平成8年前のこれ、姿だったんです。無駄だなと思ったんですよ。で、そこで1年かけて3回転で回すっていうシステムを作ったんです。で、これがベーシックの始めになります、ね、これ見て分かるように1年間をまず入門講座で1回回します。1回書いてあるね。多分どの先生もこれ説明すると思うんですよ。で、院をやるじゃないですか。院やった後に簡単な入門の法練ってやるんですよ。ただ僕はこれは不要だと思ってるんです。簡単すぎるんで意味が全くないんですよ。このままやったって無駄。これはでも一応やるわけですよ。で、それが終わった後に次論文ってやるわけですよ。で、論文の簡単な問題について一応説明して解くってことをやるんだけど、ただこれ解いたとしたって本試験は全く解けないんだよね。論文式試験でそんなに簡単ではない本試験って、ね、ただこれやるわけですよ。もう一回回すと。で、これ終わった後に担当をやるっていう講座を取っていました。担当について一条一条見ていって完成しってのをやるんです。で、終わった後に合わせてアウトプットをしってことをやっておりました。これ3回転学習というのが始まって、莫大にレックが儲かったわけですよ。正直言うと。こんなものはなかったっていうところで、1年間3回に分けてやるって話になるんで、くる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 回せるんです。で、そうしないと、法律ってなかなか終わらないんですね。科目が多いじゃないですか、ね。別に学者になる試験ではないんです。となると、まずは全体構造をバーッと、全体をまず回して、じゃあ問題としてもう1回回してってやらないと終わらないんですね。ここはね。で、それで3回転コースを作ったわけですよ。で、これはずっと僕もやっていました。平成9年からだから、平成25、6年までやっていたんですね。だけど、だん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 改正がされてきて、この改正できるかというと、できなくなってきたんですよ。だって相当大きい改正がたくさんあったからね。その改正について、まず従来ってこうなっていて、今こうなったのはなぜかって説明しないとつながらないんですよ。で、これをこの回数でできるかというと、実際上できません。うん、で、ずっとこれ悩んでいったんですね。説明できない。で、あとは飛ばすしかないんですよ。あとは飛ばして、あとね、2年目で見てくださいっていうしかないんですよ。でもそれって、できれば本当は良くないことでしょう。
この講座の中で全部完結したいんですよ。特にインについては、あとはアウトについては年明けぐらいでやってもらいたいってことがあるわけですよ。アウトはだ年内に終わらないと基本的にアウトは厳しいんです、この試験って。じゃないとなかなか受かんないというのはまず指針になってくるわけね、うん。まあ、そんなこともあったんで少し変えたってことになっています。でまず生まれてきたにあたって書いてありますよね。まずね、いくつかね、ここ3回転学習ができたのはそういう経験で私は作ったと書いてあります。ここね、ここで3回転学習をやったわけですよ。ただその3回転学習する前にあった勉強っていうのはそうではなくて、基本書を読むんだ。昔は読んでました。基本書を中心としてやり予備校もありました。1回通ったんですね、それ予備校で。すぐ飽きました。だってわからないからですよ、基本書といったって。別にね、何も興味をするものではなかったんで分かりませんでした。すぐやめました、 3,4 回で。でまた翌年別の予備校に行ったんですよ。僕3回まで行きましたからね、入門講座って。当時ダル兄さんともう1個あったのね。で3回行きました。でもう1回行ったんですよ、別のところに。で別のところに行ってまたやったんだけど、数回行ってまた諦めてしまったんですよ。つまんないなっていうのがまあ心象です、ね。でそれは全体も社内でそのかくともかくね、このさっき配ったものについてずっと見てやるっていう形式になるんで飽きるんですよ。で分かんなくてやめちゃうんですね。ともかくくるくる回すっていうのがこれ必須なんです、この試験を受けるためには。となるとこういう勉強は良くないとその時は思っていたわけね。だから一応変えたわけですよ、ここね。でただこれを中心にずっとやってきて勉強していたんですけど、勉強していたんですけど、ただですね、なかなかなんだろうな、問題がうまく解けなくなって、問題がうまく解けないし、なかなか理解もできなくなってしまってってとこあったんで、変えたいなと思っていたんです、合格した後にね。で少し変えたっていうのはさっき申し上げた通りです、ここね。でこれでずっとこのシステムでやってきたわけですよ。でうまくいったんだよね。だってだんだんと言ってみたら時代人口増えてきた、1万人計画って書いてありますね。人が増えてきたわけですよ。合格者も、受験者も3000人ぐらいから1万人増えてきたわけですよ。かつ合格者も、100人台、僕の100人台でした。でそこから、800人ぐらい変わったんですよ。で受かりやすくなったのね、かなり、かなり受かりやすくなったと。でそこで本当から言うと、昔はこのベーシック始まった時は2年コースでした。昔は 2.5 時間でスタートです、1コマ 2.5 時間で。今の会社でスタートをやってました。だけどいや800人も受かるんだったら1年で受かるよねって変えたんですよ。でそして合体したんです、2年目のね担当のコースを合体して今のベーシックで作り上げたんですよ。でこれでやっていたんですよ。でそれでも受かったんだよね。だって、800人もいるんだったら相当変わりますからね、レベルが違うってイメージです。で論文についても正直に言うなら昔は論述系でした。でこれは論文見てもらったら分かると思います。今日は旧試験って多分載ってないと思うんですけど、これ一番古いのが21年ですね。もう相当変わってしまった後です、これって、論文式試験ね。でこれに対して最近の試験はまたちょっと変わってきてるんですよね、試験問題の傾向って。例えばですね、本当の旧試験って多分これ載っていないんですけど、論じろ系です。簡単に言うならば論じろと、A という見解と B という見解について論じろというものが出ました。だから深く知ってないと書けないんですよ、昔の試験って。でもね、800人もいるんだったら採点できないんですよ、それって。じゃあどうするかというと、担当チックに変わったんです。論文が全部担当です、論文という名前の。でこれ見てもらいたいのがどこにあるかというと、例えばですね、平成の何年になるかな、22年ってあるよね、ここの問題、特許、長いですよね、文章がべらぼうに。これ60分で解くんでしょ、60分。で昔は 2,3 行ですよ、問題って。でこれについて論ぜよとか、弁理士としてどういうことを取ればいいんですかっていう想像問題でした。でもそうじゃなくって長いんですよ。これ見て60分で解けます、パッと見てどう解くんでしょうね、これ、でおそらく今の試験っていうのは教えてるのはこういうふうにやってると思いますよ。まずは時系列を書いて、あと問題文を読んで簡単に形にはめて書くんだって教えてるはずです。でなるだけ短い文章で書くんだって教えてるはずなんですよ。間違ってはいません、それって。あまり長く書いちゃうとあれが出るからです、そこはね。でまた書けないってこともあるんでしょ、ここね。でそれは正しいかというと、どうかな、型って何パターンか知ってます、大体論文の型って。型がないと一応書けないことは書けないのね、大体全部で15パターンぐらいしかないです。
となるとこのパタッと言われてくるものについては大体 3,4 回教えちゃえば終わるんですよ。でこれずっと皆さんやってるのね、2年3年かけてやってるんです。無駄です、勉強としては。じゃあ本当は何をやるべきかってことだよね。でこれ僕何分で回答を出してると思います、この問題について。これで普通ね、よく言うのは、いや問題が解けなくってできませんでしたって言うんですよ。読めないんですよ多分これ見て。僕は大体これ 5,6 分で解いてます、回答って。読み方があるんですよ、独特の。国語と同じです。現代国語ってあるじゃないですか、あれ読み方ってあるんだね。どっから読んでどうやって回答を出すかってもう決まってんの、担当なんだから。これってじゃなかったら本試験の先生が60分でこの問題出すわけないですよ。決まってるんです、読み方が。でも読み方をやるっていうところは多分ないでしょう、予備校で。こう読んでこう読んでこう読むから答えが出てくるんだって教えるのが一番、これ本当は結論は早いんですよ。結論さえ合ってしまうならば多分あのね、54点で一応合格点です、論文って。54点ですよ。それも素点ではありません。昔は素点60点でした、僕の頃って。今は平均点で54点です。で素点だと多分47、8あれば受かるんですよ。47、8素点で大したことはないってこと言ってるんですよ。47、8あれば54点いきます。受験生のちょっと真ん中上に行けば行くんですよ、54点って。となると少なくても回答があってちょっと理由書いてれば受かるっていう試験に変わってしまったのが平成大体18年ぐらいで変わってしまったんですよ。そういうふうに思考を試す試験じゃなくなった、まず答えを書くような試験に変わってしまったんです、うん、でそうなってしまったのね。で本当から言うならばこれ読み書きというよりも読む講座ってあってしかるべきなんです。どうやって回答を出すのかなってあるんです。じゃなかったら5分で出せるわけないですよ、僕が。ただそれは担当知識が50点ぐらい取れるっていう前提です。50点担当結構大変ですよ。50点って60点満点で50点って話になるんで、だいたい9割ちょっとかけるくらいです。行くんだったら今言った形で点数は取れます。だったら1年で多分50点は取れます。50点取れるんだったら一応戦ってこれますね、論文試験で。あと4点っていうところでしょ。その4点に何年も何年もかけてるのはこれもったいないわけですよ。多分かける一般的な方はおそらく読めないんです。これ長すぎちゃって、長いから読み方があります。でこれもしようかなと思ってるんです今回ね。ただその前提として択一問題が具体的に解けないとこれはどうにもならないんです。だから担当が絶対必須だと申し上げています、まずはね。じゃあどうすればいいんでしょうかっていうのがあるわけですね、ここね、うん、で少し書いたと思うんですよね、はい、1年合格ベーシックコース Y とかできた要因と書いたと思うんですけど、これはだいたい今から8年前に1回作りました。で諸事情があったんでまたベーシックコースに戻してちょっとプラスをしたのがワイドと言っていて今やってるわけですね。だいたい3年間それずっとやってきました。でもね限界があるんです、本当に教えることができないの、幅が全部となると後の講座は後で見てねっていうしかないんですよ。まあこれがね心苦しかったのね、すごくね。で終わんないってことになるんで良くないと思ったんです、ね、で今回それ少し変えたんですよね、変えたと。でいくつかありますよね、ここに書いてある通りでありまして、ね、1年合格ベーシックコースができた要因ってあるね。で昔は、時代人口1万人になったんだ、だったらこれじゃなくってベーシックで十分だったわけですよ。でもだんだん少し変わってきて今何人受けてますこの試験って、うん、今3000人ちょっとしかいないんですよ。担当は2000人弱ですよ、受けてる試験って、うん、となるとどうなるかなってことですよね。で論文はっていうともっと少なくなるわけでしょ、受ける方って。となるとある程度客観的に採点できますよね。でこれが一番怖いわけですよ。今ぐらいは素点じゃなくって平均点、その平均点も少しかさ上げしてやってるんですよ。でもね正直言うとこんなんで受かるかなっていうのは結構います、方がいらっしゃいます。だけどもし見るって話になると相当変わると思うんだよね、中身としては。でさらに改正がこれ頻繁でありまして、特に衣装ね、大改正になったんです、衣装って昨年度。となるとどんな勉強するんですかね。そもそも昔はこういう制度があって問題点があってこう変わったんだっていうのが一番これ理解としては資するんですよ。でもこれやってしまうならば回数が絶対足りません、どう見たってね、どう見たって。となると深いとこ聞けないんだよね。じゃあ深なくてもいいじゃんっていう感じしません、うん、でもそれが最近のこれ問題点なんですね。平成18年ぐらいから25年ぐらいまでは担当式試験の問題ずっと出ていました。だけどそれまずいねって言って集まったわけですよ、全員が会の中で集まって問題揉みましょうってことになったんです。やっぱまずいと、どう見たって担当で、担当の問題で論文化っていいわけはないってことになったのね。
ただ特許庁が言ってるわけではないですよ、当然ね。でそこでいろんなことをまあ提案したわけですね。少し問題の形式を変えた方がいいとか、あるいは、ね、ちょっと中身を変えた方がいいとか、ね、まあ、提案したんだけど、まあ、それは特許庁を取ったかどうかは別です。別なんだけど、まあ、実際上問題少し変わってきたんです、平成25年ぐらいから。で担当式試験も基準点が60点から65点に上がりましたよね、平成25、6年だと思います。それが、まず一応契機になったの、担当が難しくなったんです、受かることが。で1年目は ね、その前の年が確か 17、18% 受かってたのかな、担当って。それがその基準点が1個上がったことによって 6.65% になってしまったことによって 8% ぐらいに変わったんですよ。パンと難しくなったのね、択一が。でさらに論文はというと、これ多分語っていないと思うんですけど、相当内容変わっています、中身が。特に意匠商標です。意匠商標はどんな方がこれ見る科目なんでしょうね。当然文系です、バリバリの。特に旧試験に受かっている先生がまだ多いので、そうなるとどうなります、当然選択科目って3科目受けてるんですよ、文系については。民法、憲法、刑法とか書き方知ってるんだよね。だから最近そういうものに変わってきてるんですよ、よくないと。やっぱし答えちょろちょろってのはよくないってことで変わってるんですね。でちょっと見ていただくとこれ分かると思うんですけど、例えばね、今年の問題でもいいですよ、昨年のが一番いいかな、昨年の、まあ今年でもいいんですけど、今年の問題ですよね。例えば一章の一章の、第2問ってありますね、第1問ってありますね。これ多分今年で一番難しい問題です。第1問って令和2年のこれ問題ですね。で昔はこれどうなりますかって聞いてるだけですよ。ただ今回のこの問題、ここから読むんですけどね、ここすぐここ読むんですよ、ここから読むときって。上から読みませんから、上から読んじゃうとめちゃくちゃ時間かかります。こう読んではいけないんです、ときときって。ここから読むんです、下から。これ問いなんで、問いこれに答えればいいわけでしょ。ときときってこう書いてあって、こうから相談を受けた弁理士として、衣装派にかかる衣装と衣装取り算 C と衣装2にかかる衣装取り算 D の不相符について、同日に出願をして衣装取り受けるために検討すべき点を十分ともに説明しと言ってるんで、あなたは弁理士として何をしますかって、これ問題に変わってきてるんですよ。想像型に昔みたいに戻ってきたらね、どうすればいいんですかってことを検討しろっていう、これ問題に変わってきてるんです、だんだん。あるいは商標ね、昨年度ね、ないしは一昨年度のいいんですけど、特に文系科目ですよね。何でもいいんですけど、商標、あ、これだ、これ超論点、誰も書けませんでしたっていう論点です。これは私は当てたんですけどね、多分これが出るだろうっていうのは当たりました。当時ね、不使用取消審判というのがあります、商標って。で不使用取消審判について、使用すれば不使用取消審判って請求免れるっていう点があるんだよね。でこの場合について、単に使っていればいいだけなのか、ないしは商標的使用対応ってちょっと分かりにくいけど、使ってればいいのかっていうところで説が実は割れてるんですね。でこれは全く聞いたことないって話になると解けません、これは。でこれは入門で話しておりました、私は当時から。でこういうことになっていて説が割れるんだ、この場合についてどっちが通説だってあるわけですよ。これ見てください、この点について2つについて書けと言ってますよね、そこね。2番、登録商標の使用の立証において、いわゆる商標的使用表を必要としない立場とそうじゃない立場とがある。で2つあると言ってるよね。で商標50条の趣旨に照らして以下の各説問について答えよ。1、で商標的使用対応を必要とする立場について説明せよ。でそうじゃない立場について2は説明せよ。3番、どっちが一番妥当かについて書いてくれませんか。事実展開だよね、これ旧使用試験です、この書き方って。旧司法試験は A という見解と B という見解があって、一応開けて叩いて自分の見解って書くんです。これに近い方に変わってきたんですね。これ弁理士は今までありませんでした、こういう問題って。でこう変わってきたわけですよ。でそれは多分ね、求める像が違うんです。確かに弁理士さんって志願代行業務ですよ、メインとしてやってるのは。でもね、今満帆な状態、正直言うと満帆状態。下手したら補助者の方がうまいです、できるのって。先生がうまいですとなると、我々にとって何をやるんですか。違うことをやるしかないですよね、そうではないこと。まあこういう問題であったりとか、あるいは考えるってとこね。でこれができないと多分資格を取っても意味が全くないわけですよ。受かればいいっていう時代も終わっちゃったのね、今は。そういう人間を取りたいっていう、これは蝶の現れなんでしょう。そう変わってしまったってことです。となるとこれも含めて説明するんでしょう。昔はこんなことやってなかったですよ、
単にこうなるああなる担当こうなるって言って終わりという講座ばっかしだったのね。でもこういうのが聞かれてくるならばちょっと時間として難しいわけですよ。じゃあどうしたらいいんでしょうね、そこはね。でそこで考えたわけですよ、いくつか上のところですね。でやっぱしあの3回年学習は良かった、これは肯定はします。あのいわゆるベーシックね、良かったと思ってるんです。だけどあれをやることによってちょっとね時間的に問題があるっていう点と、あと論文です。これは全然足りません。論文としては定がないっていうかちょっと難しいんです。あれだけ受けて論文受かることはありません。まずダメってことです。でそこで少し今後考えたらね、こうですね、少し変えようと思ったわけです。でまずはさっき言ったようにこの試験受かるためには何が一番これ難しいでしょうかね。もちろん担当式試験です。担当これだってゼロから解くのよ、担当って。論文って1ある程度分かってしまうならばちょっと書けば50点はいくんです。担当は丸か×なんで正誤はちゃんと切れないと解けません、卓越って。じゃあどうやって皆さん解いてるわけ、解くときって、うん、でこのベーシックでもいいですよ、この講座もしこれやるんであるならば、ここねやるんであるならば、ここに載っていますよね。まず4月の頭から入門講座って受けるわけですよ、入門講座。でこれはどれに従ってやるんでしょうかというと、これこれによって従ってやります。レックの共通テキストですよね。でさっき見せた、ものがあったと思うんですよ。どうしたかな、これは衣装ですけど、これ単に文字列がずっと書いてあって問題も何も入っていません。これずっと通読してやるっていう講座をやるわけですよ。衣装が終わりましたと。で前として、特許があって衣装があって商標があって条約があってっていうこれ全部あるわけですよ。これ4月からやっていつまで終わりますかね。多分8月末か9月ですよ。これはやるわけですよ。そして超簡単な演習というのをやるんですよ。役に立たない、これは正直言うと立たない立たない。これやるわけですよ、時間の無駄ですよね、やっちゃうと。でこれが終わった段階で初めて担当問題解くわけです。で担当問題解いて9月から解けますかね。多分これ難しいんですよ、分かんないから。ある単元だけで解ける問題ってほぼないんです。 A と B と C っていう制度が分かって全部解けるようになってんのね、卓越って。だからこれ難しいんですよ。じゃあどうしたらいいんでしょうかって考えたわけですよ。特に担当式試験ないしは論文式試験で、これ少し変えようと思ったんです。でまずこの入門講座のインプット、これが邪魔なんですね。あるのが早くからやった方がいい。こんなものはできればこれ何回やるかな、全部で26回講義あります。演習であるならばプラス10回なんで36回ありますよね。36回でこれ不要だと思ったわけですよ。早くやった方がいいに決まってる。特実一生上不調は一回ぐるっと回せばいいんです、こんなものは。で一応概要してるんです。でそのために今回作ったのがこれですよね。ここに上がっているようなエッセンシャルっていう講座です。これでっかく書いてありますけど、でっかくはありません。全14回しかありません。全14回です。26回ありません、ね、これもう今から始まっています。この講座って始まっていて通信なんです。もう先取りしております。だから今見ていただくならば多分14回、2月3月で終わりますよね。終わってもらいたいんです。だいたいこんなことをやるような、スタートと知りってこんなことをやるのよって、やるよなってことがまず分かっていただくのがまず第一歩です。で入門ってこれでいいんですよ。通過でいいの、入門ってこんなもので、まずこれでやってしまいます。で終わりましたと。じゃあ佐藤は一体何をやるんだってこと当然なりますよね。終わった後、終わった後に次これやるんです。コンプリート29回あります。これインプットだけです。演習はありません、無駄なんで。インプットだけ。じゃあ何を使って佐藤はやるのかということですけど、これはいくつか使います。一つはこれ今日持ってきたんだけど、私は全部自分のテキストで使ってやっております、このところで。これが、コンプリートで配ってるような内容ですね。これ担当の単元別の担当の何だろうな、解説書って話になってます。単元別です、築上ではありません。築上これ難しいんです。入門講座に合わせて書いてあるんだよね。でちょっと見ていきましょうかね、パラパラパラっと。これ例えばですね、単元別になっていまして、一応条文が書いてあって、これ4条2項っていう条文ですね、一章ので、この中に線引いてありますね。この線引いたところしか担当試験は出てこないと言っています。ここからしか出てこないんですよ、線引いたところからね。でこの下にさらにじゃあ線引いて問題書いてあって、この単元だけ解ける問題を選んでいます。でこれをずっと説明するんですね。でこれを一応、4月から始めてしまって、だいたい8月になるのかな、終わるってことになってます。一周回します、これで回します、一周回します。
だけどこんなにやりますよね、ページとしては大変でしょやるのって。でそこで今回から配ってるんですよ。何かというと今回皆さんに配ったパレートってありますね。これ私の喋るべしゃり集です、予習集です。これを今回喋るんだぞっていう、これは予習です、予習です。今回でこれは何かというと1回1回でも担当の単元全部載ってるんですよ。1回喋る単元についてこういう単元からしか担当は出てこないと言ってるんです。でこれを配るんです、毎回毎回。で毎回配ることに意味があるのね。だってこれを中心に聞けばいいんですもん、通信でずっと電車の中で。で大きいやつはこれ持っていくのは不可能でしょ、これ開けます最強線の中で不可能だと思うんですよ、なかなか。でこれだったら多分持ち歩き可能ですよね。でこれを講義の中でずっと私喋ってるはずなんで、副賞としてこれ見てもらいたいんです。あこんなことを言ったよな、ほぼ担当はこれ8割でいけます、いけます8割いけます、これで。でこれを8月にずっと配りますので、まずこれこっちは何だろう、予備校用でやる内容で、こっちは復習用ということになります。でこの表の中でやってるんですね。でこれ一回ここで回します、ここで一応担当は29回もある。で通常インプットは何回ありましたっけ、お入門じゃないよね、入門コンプリートと言ってるけど担当やってるわけね、実際上は担当はもうこっちで終わってるからです。で通常だったら入門っていうところで入門やるんでしょ、4月から9月までずっと入門やってるわけですよ。無駄、これは問題上で早いに決まってる、どう見たって大学受験でそうやって勉強しませんでした、ずっとこういう問題集見て、問題集とか解説書を見てずっと覚えてるだけでしたっけ、これそうではないと思うんですよ。問題解いて具体的に場面想定して解いたはずなんですよ。私も受験やった口で、もちろんあれですよね、予備校行った口なんでそうやったはずなんです。でそうしないと場面想定ができないんですよ、どうなるかっていうところが。それをまず最初にやってしまうというのが一番大きいんですよ、この講座の中で。これは早いの。でこれで秋はたくさん合格者出してるんですよ、秋って。秋はこれとこれですからね、これとこれとこれしかないんですよ、これとこれ、ロームがないんです、これとこれとこれ。ただ回数が少なかったので今回めちゃくちゃ増やしたんです、特にこっちの方もう一回やるやつね、後でこれ説明します。ここはで28回これあります、1回これで回せます、大体これで8割はいけます。で教材は2つあります、これとこれ2つです。これコンプリートっていう、コンプリートじゃなくてクレストっていうレジュメとこっちです、2つあります。これ毎回配ります、毎回配ってお家に帰って復習をしていただきたいんです。電車に乗って講義を聞きながら復習してもらいたいんです。これがあれば十分なんです。これ薄いんです、めちゃくちゃ一言で書いてあります。でそこから想定してもらいたいのね。で終われば僕ね、できれば授業中終わった後にこれを中心にゼミやってみたいんですよ。どのくらいできるかなってやつね、応答したいんです。でできるようになれば多分受かります。相当しつこく聞いてくるんで、どうなるこうなるとずっと聞いてきます。でこれは本当のゼミですね、言ってみたらね。でこれ一応無償でやろうかなと思っています、時間が許すんであればってことですね、やろうと思っています。でこれが終わりましたと、じゃあ次何やるんでしょうね。これ終わりましたと、これ通常入門講座だよね、で私は違うと申し上げました。でこれが終わりましたと、通常であるならば多分ロームってことでやるわけですよ、ローム基礎力完成講座。ベーシックはそうなっていませんかね、ここローム基礎力完成講座何回やるのかな、インプットで10回当連で8回って書いてありますね。終わりますこんなんで、終わんないと思う。でそれも中心課題は何かというと、受けた方は分かります、ね、と思うんだけど、多分昔のレジュメって配るんですね、昔のレジュメ。何かというと一行ものについて書いてある問題です。で今そんなに出ないんですよ、試験においては。でそれやって有効ですかというと有効ではないです。じゃあ何をやるのが一番無難なんでしょうね。当然本試験使って解く訓練をするんです、読み方です。まずどうやってこれ読んでいって解析してどうやって答えを出すかっていうのができないといけないわけです。これをやりたいと思ってるんです。読み方です、まず読み方。書き方は答えさえ合うならば、ちょっと書けるようになれば54点いきます、本試験って。そんなもんです、高くはないの。多分予備校が高いと言っていて、ボードを開けてる感じがするんですね。高くは絶対ないです、低いです。旧試験とは違いますんで、完璧に書かなくても良いんです。平均点で54点、偏差値54点なんで、多分素点は47、8、9点です。で受かるんですよ、論文は。論文はゼロです、今の試験って。そんなに難しくはないです、そこのところはね。でそこで私は何をやりたいかというと、これありますよね、ワイドっていうところで、今回12回インプットをやります。ここインプット、だいたいこれとこれ一部被る時期があるんですけどね。で多分こちらの方は日曜日です、
で、こちらは、今回は水曜日になってるかなと思うんだけど、水曜日にやります。で、基本的にならばこの12回において、読み方、過去問について読み方をやります。読み方。こうやって回答を出すんだよ、読み方です。でね、なかなかこの試験深いよ。だからなか、さすがっていうの多いです。さすがです。さすが。こんな条件が設定されていて、やっぱ予備校と違うなっていうのは結構あります。さすがに深いんですよ。やればやるほど。で、これまず、回答というか、読み方集を作りたいと思っています。今回は。あと、論点かな。論点集。まあ、これはもう、3年前に作ったものがあるんで、300論点ぐらい実はあるんですよ。で、それさすがに全部提供しっていうのは、やりすぎでしょ。潰れちゃいますから。100ぐらい配ってやろうかなと思っているのが、この講座ですね。で、トーレもついていますので、これ一応トーレやっていただきます。論文なので、トーレも。アウト道をやります。で、これが終わりました。終わったら次、何をやるんでしょう。次やるのが、担当の地球上でやるわけですよ。これ、アドバンスです。よく試験受験生が書いてると思うんですよ。アドバンスに従って私たちは勉強しましたと。嬉しいんですけどね。これ、今から18年前に作ったのは、初版は私が作りました。で、当時のコンセプトは、アウフォンと、あと、基本書と、あと、過去問と、あとは条文、全部合体したものを作った方が早いと思って作ったわけです。だけど当時は私がこれ単独で作っていたので咀嚼をしてるんです、言葉って全部。だけど今そうではなくって共通的になってしまってるんで、全部なんだろうな、アウフォンの言葉そのまま持ってきてるんだよね。フリーズドライです。これって辞書見てゲットって見た瞬間にゲットはたくさんありますよね。じゃあどんな意味かっていうのをこれは自分で咀嚼して考えるんでしょ。これを書いてるだけなんで場面が想定できないんですよ、これなかなか、ね、で特許だけでこれ何ページあるか知ってますかね。590ページある。で、一回どんなに私早口に喋ったとしたって40ページが限界です。限界です。どんなに喋っても40ページ、これ以上やると多分皆さん潰れます。分からないで通過しちゃうんですよ、40ページ以上やるとね。じゃあ何回あるんですか。ちょっと見てもらってね。まずワイドじゃない方で、これが一番苦心した点なんですよ今回ね。これ33回しかないんですよ。33回、インテ。特許11回。40ページが最大なんですよ、やったって。こんなに早く喋ってるんですよ。私結構喋るの早い方だけど、こんなに早く喋って11回。440ページしかいかない。でもこれ600ページあります。終わんないわけですよ。改正会社なしだったんで終わらない。じゃあ、他の講座でやってくれませんかって心苦しいわけですよ。すごくね。で、うまくいかないってことになったんで、今回レックに無理を言って作っていただきました。で、今回何回になってます？この後って。どこ？うん。特許は17回。このくらいあるとちょうど終わるわけですよ。680ページでしょ。パチッと終わるわけですよ。終わる。で、他のことを受けることは全くないんですよ。すべて終わるの、これによって。コンプリートできるの。で、変えてもらいたかったんですよ。じゃないと、いや、早く飛ばしてしまって、いや、これやりませんとかっていうのは嫌でしょう。どう見たって。うん。1年合格、ベーシックと言ってるんで、だったらこれで受かんなかったらおかしいに決まってんの。院については。で、あるいは衣装。衣装も抜本的に改正になったんだな、今回。とか、令和2年によって改正になりました。何回ありますかね、通常だったら。通常だったら、何回かなっていうと、衣装は、これ、4回。足りないですね、伸びたって。4回ね。全く改正がないんであるならば、足りるかもしれません。だけど、改正あって、抜本的に全部変わってるんです。となると、昔はこうでやった。なんで変わったかって説明しないと絶対これ分からないんですよ。で、これが一応論文に出るんです、試験としては。で、今回はこれ何回かというと衣装は5回あります。とりあえず、まあ、1回だけ増えたってだけだけど5回あります。5回あります、うん、で、商標はというと、商標これも相当難しい法律なんですね。で、商標と特許さえ押さえちゃうと、あとは実は応用です、この試験って、ね、で、これが何回あるかというと、商標がこれ6回、これも増やして7回あるんですね。7回ある。ただ条約もちょっと増えてますね。5回が7回。これぐらいないと終わらないんですよ。うん。で、今回増やしたんですね。これやることによって一応、このアドバンスは全部完結をします。で、一応、年内終了だってことを謳っております。で、そうしないと多分、なんだろうな、年明けの到来に間に合わないんですね。で、この試験のまずポイントは、早くやること。これが1点。で、もう1点は、できればよ。もし試験日がずれてしまったっていう場合、4月とか7月くらいになるんでやるならば、一回担当を受けてもらいたいんです。どんな感じかってことです。わかりますよ。受かんないと思う。それは。だけど、今12月からやっ
たら7月8月であればこれは分かりません。受かりましたから去年実際上8回生もあれば一応担当は受かります。39点ならばねっていう前提です。でもねまず見てもらいたい担当の本試験のバッて行くと相当違いますよ。かなり違う方がいらっしゃる。言い方悪いかもしれないけどかなり独特の方がいらっしゃいます。そこはでそれをまず見てもらいたい、体現してもらいたいんです。でそれで1年合格がなく1年で受かった人がいなくて私はいいと思ってるのね。まずは体現してもらいたいんです。で毎回毎回それを言っています。自分のクラスにおいては受けてくださいって言ってます。まずは1年合格は別にいいんです。どうあれ受かればいいんだから。でそこで一応経験持って受けてもらいたいんですよ。でそうすると来年度は一応一体こんなことでやったことがあるので自信持って受けられますよね。そこって来年が一番本番です、まあ、再来年か本番です。だけどもしかしたら39点だったらこれ分かんないと言ってるんです。もし7月に試験があるようなことがあるならばもっと後であるならばもっとこれは可能性が高くなります。担当やっぱり受けてもらいたいということがあるわけね。だから早くやってもらいたいんです。4月からやってしまったらこれはもうどうにもなりません。まず無理です。やったってそこはね。でこれやっていくっていうのはこの講座になるわけですね。で一番のポイントはそこですかね。まずあとですねいくつか書いてあるところがありまして、うん、クラスの特徴と書いてありますね。まず1番、入門講座事項を早く回すことが必要だと。できれば早急に回してこれは、やるべきだと。これがエッセンシャルっていう講座でありましてもう取ってあるやつです。14回あります。これも回せってことです。今から早く回してもらいたいんです。概要してもらいたいんです。大体こんな概要かっていうところで入門いいんです。こんなものはまずはで終わってしまった後は問題中心に解くんだってことになるからね、うん、でこれが括弧に特に括弧3、担当は講義は2回転、担当講義2回転、担当が難しいんです。この試験は何度も言ってる。担当難しいんで担当についてはさっき言ったこれこっちね、クレストっていうレジュメを使った入門コンプリート1回回します。単元別です。でもう1回はこっち定番になっているアドバンス、これ相当回数かけて完璧に回します。でそうするとまず漏れがないんです。で担当は漏れがあってはいけません。出ないというところは基本的にないんです。全て出るんです択一って。でその心象でやらなかったらダメなんです、ね、で目指す点は何かというと50点です。60点満点の。でもし50点取れるんだったら分かりません論文って。いきます。おそらくいきます。年がダメでもその年がダメでも絶対翌年はいきます。そんなことはそんな方はいなかったんで50点取った翌年は絶対いきます。それがまず一つの基準です。いくかどうかって具体的に言うならば、ね、で僕別にパフォーマンス的なことは全くないので面白くないかもしれないよ。だけど中身は結構喋るので知識がこうなっていてこうやって動くんだと喋ります。でそこにちょっと興味を持ってもらいたいかなと思うんですけどね。あとですねもう一つ、うん、論文ワイドとも書いてありまして、論文ワイドはさっき言ったように読み方を教えます。論文の中で過去問使ってこうやって論文って読むんだよなってことです。であとは本試験独特の見地を教えます。こういうのわざわざ聞いてるとやっぱり本試験って違うって分かるはずです。そこはこれ見てもらいたいんです。やっぱ本試験は深いです。よく書いてある、うん、やっぱね年に1回しかやらない試験であと返す必要がないんだよね。返さなくていいんですよ。採点して回数って話になるとやっぱね変な設定条件つけるとまずいんだよね。少しクレームが来ますから。でも本試験は返さなくていいっていうところがあるんで全然違うんだよね。そこはね深いそこの中は。でこれまずね体現してもらいたいんです。見てもらいたい本試験って。でもナビがなかったら多分これ分かんないと思うんだな。どう書いてっていうところがね、どう書いてというところが、うん、あと書き方なんだけど僕は正直書き方は本当は15パターンぐらいしかいわゆる弁理士試験って型が実はないんです。これ数回やればいいんですね。あとは本当から言うときれいに流して書きたいんです。これ論旨と言います。多分これ言ってるの僕でぐらいしかいないですよ。この業界では論旨を書くんだと。論旨順番があるんです。こう書いてこう書いてこう書くと。だって説明するでしょ会社においたって。まず何を検討し次何を検討し次何を検討しだからこうなるんですって普通説明しません。でもそういうことを書いてる答案って見たことがないんですよ。多分上位1割ぐらいしか書いてないんですよそれって。でもねこれ重要だったと。当然順番があって検討の順番であるに決まってるの。これが法律的な思考力かもしれないけどあとは事務処理能力でしょうね。でこういう方が欲しいんですよ今の長の見解って。あとはいくつか見解が割れた場合についてちゃんと理解して検討を別に答えることができるか。だって訴訟であるならば我々どっちに立つの。原告さんの代理になるかもしれないし被告さんかもしれないでしょ。言ってることはこれ真逆でしょ。
だけど妥当なんですよ。で説得するわけですよ。でこれは面白いんですよ、法律学って。でこの現実に触れてもらいたいんです、絶対ね。であと、あとここに書いてあるように、あのゼミについて今回やると思ってるのね、ゼミで。今回これは一番あの実験的にこれをやるクラスです。でそれは何かというと、ここに書いてあるな、ここ、これこれ、担当重要百選というのがありまして、これこれズームゼミなんですね。でズームでゼミをやりましょうって、これゼミになります。ズームでゼミをやっていきましょうというコースになるんです。ここです、ズーム、ズームを使って。だってもしかするとコロナで来れなくなってしまうかもしれないじゃないですか。でズームでゼミをやってみたいっていうのがありましたね。で応答したいわけですよ、僕応答するのは極めて好きなのね。で深く聞いていくんです、なんでこうなったのか、でなんでこうなったのか、これができるようになるならば、なるならば多分担当の元も何でもできるようになります。で僕ねこれやって急に点数が上がったんですね、やったことによって。僕は5年かかりました、試験って。で他の試験と一応前提が全力やってやっていたんですけど、ダメだったんでこっちに回ったんですよ、会社に入った後ね。で1年目2年目3年目、あのね今の受験生でなら相当勉強したと思いますよ。あの過去問10年分を10回毎年繰り返してました。だけど受かんなかったんですよ。50点満点で20点か、そうか、そこら。だけどある時にその1点っていうかな、ゼミに入ったんですよ。今の初中のゼミです、入ったんです。そこに入ってずっと落とすんですよ。で周りの先輩も全部質問してくるんですよ、してくるわけですよ。でこれに対して自分で答えるってことをやったのね。面白かったですね、こんなに面白かったのかと思ったのが4年目です。そこから1点変わりまして、僕は倍ぐらい担当取れるようになりました。40数点です。当時は50点満点なんで、今8割以上でしょ、だとするならば48から50点ぐらいですよ、取れるようになったのね、恒常的に。でこうなると強いんですもん、論文ってもう見えるの、そこは。それは一番のまず基準ですね、どうなるかこうなるかっていうところはね。でこれをやりたいのがこのズームゼミっていうところでありまして、今日出てこないかな、簡単な問題を挙げてどうなりますかって集計取って、何パーセントの問題あったかっていうのをやりたいと思ってるんですよ。多分これ何も上がってないよね、ズームゼミね、上がってないよね、なってないよね、これダメだよね、これやってもね出てこないね、ダメね。それをやりたいと思っていまして、こんなになるよっていうところが実はあるんですね。今回本邦初っていうか、これで初めて弁理士はやるんです。で司法試験は実はもうやっております。弁理士はこれ初めてなんで、どうなるかってやってみたいわけですよ。もしかしたら通信の方もいらっしゃるかもしれないし、はたまたもしコロナで来れないという方もいらっしゃるでしょ。でズームでやってみたいんですよ。あとね、一番の特徴はというと、僕があのもし分かんない場合って教えてチューターっていう制度があるんです。チューターってあってね、で分かんない時について書き込みしますよね、レックに対して。で答えるってことになってるわけです。誰がというと私が今回答えます、全部。で自分が言ったことなんで、自分が一番これ分かってるからですよ。皆さんこう考えてるかもしれないけど、違いますって言ってくるかもしれないし、その通りって言うかもしれません。で自分で答えます、そこは。まあ、それが一番大きい特徴かもしれませんね、ここはね。はい、まあ、そんな形でやっていくってことになります。はい、あとですね、まあそれが一応特徴だっていうところですね。一つ目はまずは担当は2回転、これ一番大きい特徴です。あと配る教材がさっき言ったクレストとパレートっていう、これ教材になります。パレートはこれ多分使います、間違いなく使います。早いです、回すのがめちゃくちゃ、約8割入っております、中身的にはね。まあ、実際にやったらこれよく分かります、どうなるかっていう点がね。まあ、これが1点っていうところと、もう1点は多分論文読むっていうゼミはないと思います。どうやって回答するかっていう読解ですね、ないと思います。現代国語についても僕はまず読解はできませんでした。読解が、あの現代国語だけは恒常的に点数が取れなかったんですね。あるでしょ、なんで日本語だけど点数取れないかってやっぱ考えたんだよね。で習いました、こう解いてこう解くと簡単に解けるんだってあったのね。読み方が実はあるんです、論文の本試験においても回答がある試験なのであります。ただこれは言ったことがあまりないんです、こうやって読むんだと。5、6分で解けるわけないでしょ、じゃなかったら。でこれをまず説明をいたします。で多分これはないと思うんですよ、一般的ではこう書くんだと言って回答出して終わりっていうのは一般的でありまして、多分ないと思うんです、読み方っていうところですね。読み方が分かったら書けます、実際上は50点いきます、あと4点で合格です、試験としては合格です。これが2点目、あともう1点がズームっていうところが3点目、あとですね、あともう1点が終わった後ゼミをやりたいと思っております、これ4点目です。あとは教えてシューター、自分で私がやってます、5点あるかな、
強いて言うならば。でさらにここに書いてある通り、最後にこれからの便利指導、うん、これね、この前 YouTube に載せましたら、ある方から質問を受けたんですね。今の試験は、今の弁理士は取っても意味がないと、うん、なぜですかというと、いや合格したとしたってほぼ法治者と同じことをやっているんだ、確かにね意味がないって言ったけど、僕はそう思ってないんですよ。できればそうなってもらいたくない。でそういう人じゃないように多分試験は少し変わってきてるんですよね。ちゃんと試行した方を受かってもらいたいというのは会のこれは意向だと思います、おそらく、あるいは特許庁の意向だと思います。でそうなってもらいたいんですよ、ね、だからいつも言うけど、道を照らす人になってくださいって僕言ってるんです。道を照らす人です、ね、で弁理士は本当はそれなんですよ。分かんないことについて果敢にチャレンジして照らしてもらいたいんです、新しい道って、ね、でそれをやることによって、なんだろうな、新しい弁理士を作ってもらいたいと思っています。これから資材についての専門家ってことになってるわけでしょ。でもほぼ出願代行だけだよね。でもこれはもう限界です。どう見たって受かればいいわけではありません。でこのあと何をやるかってことについてよく考えてもらいたいんですよ。だから僕はいつも5年単位で物事を考えてます、ね、だからこのあとどうしようかってまた考えてますよ。今もう60じゃないけど50、今度8です。あと5年経つならば63だよね。63になった時に何をやって、じゃあ68だったら何をやってってやっぱありますよね。でこれがやっぱりないとダメなわけですよ、ね、常にどうなりたいかって考えてもらって勉強してもらいたいんです。受かればいいわけではありません。受かった後どうなりたいかっていうのが分かんないと具体的像が分かってこないんですよ。でこれヒントを多分与えると思います。与えるとか説明したいと思ってます。こういうことをやればいいんだよって言ってるんですね、そこはね。であと最後に通信で、あとこれあと判例とか審査基準、これ勉強しってことをやりますよ。ただねこれ特許庁の貢献解釈であります、判例審査基準って、特に審査基準ね。で暗記をしっていうのは悪くはないんだけど、ただね正直言うならばこれやんなくったって担当65点は受かります。審査基準ってなくても受かります。判例もそう受かります。これって無駄なんです、ここは。だけど最終的にこれやんなかったらガンってこと言ってるわけね。受かる担当だけ受かるんだったら必要性はありません。受かります、なくってもここは本当はそうです、受かります。でただねこれ重要だと言ってるのは、合格した後これ絶対使うわけですよ。ただその時に担当判例の審査基準がこうなってるからこういうふうになるんだっていうのをあまりやめてもらいたくないんですよ。審査基準って庁の貢献解釈です、条文の。じゃあなんで庁はそういうふうに解釈してきたのかって考えてもらいたいんですよ。そうなるとどんな場面でも使えます、ここは。じゃないと多分言われちゃうんだよね、あまり取っても意味がないと。そうなってもらいたくないんですね、一番は、ね、でもちろんこれ予備校ですから受かってもらいたいとは一つだけど、教育です、一つはね、教育産業だと思っています。だからいい先生になってもらいたいと思ってるんですよ、一つはね。でそれが一番大きいというところと、あと通信でもうまく使ってもらいたいと思っています、通信講座で。で僕も前いた会社ってめちゃくちゃ忙しいんですね、毎日午前様でした。だから受験する勉強時間がほぼないんです。30分あったらいい方ですね。で大体いつも1時か2時に帰ってくるわけです。でもちろん家内も子供も見ました。でなかなか受かんないってことあるじゃないですか。でどうしたのかというと、ほぼ通信うまく使っていたんだね。僕は東京に住んでるだったら皆さん埼京線でしますよね。埼京線の武蔵浦ってとこ住んでたのね、結婚するまで。結婚したからずっとめっちゃくちゃ混むんだよね。でほぼ何もできない状態でずっと市街まで来るわけですよ、前行った会社のところまで。ですごく時間かかったん で足が折れそうなぐらい痛くなったわけですよ。じゃあどうやって勉強するかというと、ほぼ通信でずっとくるくる回すんです。特にインプット系、入門と担当系はこれで OK なんですよ、やればいいんです。用紙に書いてる勉強はアウトプット系の特に論文ですね。そこでどうやって書くかってのをやるべきなんです。これを場所を分けてやんないと社会人はうまく受かんないと思っています。それをぜひやってもらいたいかなと思っております。通信でもいいですよ、たくさんいらっしゃるんで通信講座でもいいと思ってるし、あるいは何でしょうね、もっと考えることができるような人になりたいと言って入ってきてもらっても構わないと思っております、ね。それを含めてぜひご検討の方をいただければと思っております。もう1時間喋ってしまったんでこれで全体終わりたいと思っていますけどね、もし申し込みがあって、1年間ずっとできることになれば一生懸命やっていきたいと思っておりますんで、ぜひねご検討のほどお願いしたいと思っております。お疲れ様でした。